失礼します。すいません、お待たせしました。よいしょ。それではただいまから知事の定例記者会見を開催いたします。はじめに知事からお話をさせていただきます。はい、それでは私から3件お話をいたします。一つ目は現職道議でいらっしゃった布川義晴道会議員さんのご逝去についてで、あります。私実は布川先生とは3月3日でしたか、江別でございました。先生の恒例の新春というか、春の集いというのがありまして、毎年私楽しみにして出席させていただいておりました。そこでお会いをし、先生とともに私もご挨拶をさせていただいた、その場でお会いしたのが最後になったところでありまして、大変お元気そうで、もともと細い方でいらっしゃったんで、楽しくひとときを過ごさせていただいた。直後の10日後の13日の、訃報ということで大変びっくりをし、ただただ悲しいばかりで、あります。布川先生におかれましては、私個人的にも大変お世話になりましたが、道議会でも自民党の中枢として、総務委員長、あるいは北方領土対策特別委員会の委員長、また所属をしておられます自民党道民会議では議員会長の要職も歴任されましたし、今道連の方の総務会長をやって、おられます。本当にいろいろな思い出がたくさんあるわけでありますが、布川先生のご冥福を心からお祈りをいたします。そしてご遺族の皆様方に衷心よりお悔やみを申し上げたいと、このように思う次第であります。2つ目でありますが、融雪期における被害の防止についてであります。先週のまずは先週の8日から9日にかけての大雨と気温の上昇に伴う、融雪による災害におきまして、上川管内でございましたが、同発注の工事に従事をされていた1名の工事関係者の方がお亡くなりになられたこと、心よりお悔やみを申し上げる次第であります。またこの同様の大雨と気象情報に伴う融雪に伴いまして、住家などの被害に遭われた方々にも心からお見舞いを申し上げる次第であります。北海道今年はですね、本当にいろいろなまた災害があるわけでありますけれども、今月の1日から2日にかけて暴風雪と大雪ということがございました。そしてその1週間後には大雨と融雪により水害、雪崩が発生したということでありまして、本当に私ども道民にとってはこれまでほとんど経験をしたことのないような事象があったと、このように認識をするところであります。この冬は道北、あるいは比較的いつも雪が少ない道南、函館を中心とする道南などで記録的な大雪に見舞われた地域があるなど、除雪作業に伴う雪の事故も例年に比べて多くなってきているところでございまして、引き続き道民の皆様方におかれては細心の注意を払っていただきたいと、こんなふうに思う次第であります。でこれから北海道もちょっと今日は寒かったですけども、寒くなったり暖かくなったりということを繰り返しながら春の訪れにつながってまいります。そうすると本格的な融雪期を迎えるわけでありますが、気温や雨などの気象情報を常にご確認をいただき、河川の増水や雪崩、土砂崩れにも十分に注意をしていただいて、くれぐれも危険な箇所には近づくことのないようよろしくお願いを申し上げる次第であります。報道機関の皆様方におかれても引き続き気象に関する情報、あるいは注意喚起等の報道についてご協力をお願いを申し上げます。どうといたしましては、昨日15日に、気象台、自衛隊、道
道警察など18の関係機関で構成をする北海道融雪災害対策連絡部を設置をしたところでありまして、引き続き気を引き締めて融雪期の災害に備えてまいりたいと考えているところであります。3つ目でありますが、インフルエンザの院内感染の疑いによる、亡くなられた方の発生についてであります。江差市町の国保病院におきまして、3月5日から13日にかけて入院患者など31名の方々、患者さん23名と職員の方8名と聞いておりますが、31名にも上るインフルエンザ患者が発生をし、そして9日から16日までの間に4名の方が、16日でも今日でありますが、4名の方がお亡くなりになられたというふうに報告を受けております。お亡くなりになられた方は80歳代から100歳代のご高齢の方々とお伺いをいたします。ご冥福をお祈りをいたします。なおですね、インフルエンザとこの死因との因果関係は今段階では不明というふうな報告も受けているところでありまして、病院では院内感染が疑われたことから、発生直後の3月6日に院内感染症対策委員会を設置をして、面会の制限など必要な対策を実施していると、これも報告を受けているところであります。どうといたしましては、稚内保健所において今日の11時から病院に立ち入り調査を行い、疫学調査を実施中で、ございます。その結果はまた公表ということにさせていただきたいと思うんでありますが、また加えて合わせて本日付で各医療機関に対し、インフルエンザおよびノロウイルスの院内感染が生じた際の対応について改めて周知徹底するための通知を行ったところで、あります。こういう院内の集団的な感染の疑い、まだ調査の段階でありますが、そういうこととは別にインフルエンザそのものの流行、やっと道内でも少し落ち着き始めたところではありますが、道民の皆様方におかれては引き続き十分注意をしていただき、うがいや手洗い、咳エチケットなど予防対策を徹底をしていただきたいと、このようにお申し上げであります。私からは以上3件であります。これからご質問をお受けいたします。ご発言の際には社名とお名前をお願いいたします。それではご質問のございます方は挙手でお願いいたします。HTB の山上と、はい、HTB の山上と、HTB 山上と申します。はい、道議会の、はい、庁舎の新築工事の関係で、はい、リニア談合事件で、逮捕者が出た大成建設を含む、JV が、仮契約を結んでいるということですね。はい、道の約款内規では、落札後に指名、停止処分となった、企業との仮契約を解除するような、約款はないということですけれども、今回のこのような事態を受けて、今後その約款を見直したりですとか、何か、対応を取られるようなお考え現時点でございますでしょうか。今日も総括質疑の中でさまざまなご議論をいただいた経緯がございます。でその後私ども関係の部局を集めまして、私のところに来てもらいましてですね、まずは他県のこの、契約約款というんですか、他都府県の、東京都のことが話題に議論では出ておりましたが、東京都さん以外の他都府県のこの約款上、あるいは内規上というんでしょうか、それぞれの県によって呼び方すら違うかもしれませんが、そういう中でこういった事案が発生した場合にどのような対処をしているかとを規定しているのかということについて、まずはしっかり研究をするようにと、そういう指示を出したところで、あります。はい、特に現時点ではまだその道として、今の道の約款や内規を見直すというところまではまだ、検討には至っていないということを、まず研究をしてどういう取り扱いをしているかということを十分に精査をした上でということが重要だと思っております。承知しました。他にご質問ございますでしょうか。
NHK の NHK の小林です。はい、お疲れ様です。観光とか輸出なんですけれども、輸出、はい、観光と輸出ですね。観光と輸出、はい、国内市場がまあ縮小する中で、海外におけるまあ民間との連携についてですね、まあ、重要性などについてちょっと知事のお考えをお聞かせください。はい、まあ、北海道ブランドの、知名度、そしてその魅力度っていうのが海外で高まってきているというのは、まあ、実際私海外に行くたびに実感をさせていただくところでありまして、まあ、そういった中で観光振興、そして、動産食品の輸出振興などをしっかりやっていくということが道内活性化にとっても大変重要なわけでありますけれども、そのことを実現するためには我々行政は環境整備であるとか、あるいは目標のレベルの設定であるとか、そういうことはやりますですけれども、やはり民間企業としっかり連携をして、民間企業の方々に知恵とそれからビジネスのいろんなセンスも発揮をしていただいて、共に連携しながらやっていくことが何より重要だと思っているところでありまして、まあ、今日も道議会でのご議論もいただいたわけでありますが、そういった中で例えば食の輸出については、1500億を目指すと、そしてそのことの実現に向けてこれからどういう道筋でやっていくかということについて、この4月からの年度の中でしっかり方向性を出していくということをご答弁を申し上げたところでありまして、こういった検討をやっていく過程でもですね、また民間の方々との連携も重要だと思っております。また併せて道外のドサンコプラザ、シンガポールはもう出店済みでありますが、そこが大変人気があって増床したということも この場でもご報告を申し上げたところでありますが、今年の10月には2号店としてタイのバンコクで展開をすることにいたしておりまして、まあ、そこに私もぜひタイにも行きたいなとは思っているところでありますが、そういう中でもやはり民間企業さんとしっかり連携をスクラムを組みながら、我々の北海道ブランド、まあ、観光そして食それぞれの分野で発信をしていきたいとこんなふうに思っております。他にご質問はございますか。はい、HBC の藤田と申します。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。議会の中でも出た話ではあるんですが、まずボールパークの各、まあ、札幌市、北広島市への支援の内容とその狙いについて教えていただけますでしょうか。支援の内容と狙い、はい、繰り返しになっちゃっていいんですか。はい、いいです。はい、すみません。まあ、札幌市さん、時系列的に言うと北広島市さん、札幌市さん、そして、ファイターズさん、それぞれから我々に対して、要請があったところでありまして、さまざま議論を今深めてきたところであります。そして今日道議会でもご答弁申しました通り、まず ご要請のございました北広島市さんの候補地に対しては、まずやっぱり交通アクセスの問題が重要でありますので、道路整備、まあ、詳しく言うと、まあ、指導を例えば拡幅をするのの支援であるとか、あるいは道道の整備もという話もあって、まあ、その具体的な内容はね、北広島市さんに例えば決まった場合にはさらに進めるということになりますが、今段階では北広島市さんに対して交通アクセスの向上に向け道路の整備手法について、国や市と協議しながら道として支援を行っていくことというものであります。それからさらにはやっぱりJR のね、まあ、新駅の設置を含めてその輸送能力を高めてもらうということも重要だという北広島市さんからのご要請もございましたので、鉄道輸送力の強化に向けて国や JR 北海道に働きかけを行っていくということなど、市としてこの2点の回答を私どもとして支援メニューとして考えているところであります。また札幌市がご提案しておられる候補地に対しましては、
商業施設とはここはまあ利益を生みますんでね、ここについてはちょっと除外をいたしますが、商業施設等を除く公益性の高い球場関連施設、まあ、公益性が高いかどうかっていう判断も札幌市さんとしっかりしていかなければならないわけでありますが、高いということの理由がしっかり見出せるようであれば、そういった球場関連施設を対象に公園使用料の減免の検討をすること、さらには既存の施設がございますんで、冬季 の、 札幌オリンピックの時の既存施設の撤去費用の分担について、同札幌市球団の3社で協議をしていくことなどを考えているところでありまして、こういったそれぞれの両市に対する支援の方向性について、来週の月曜日ですかね、球団社長お時間頂戴しておりますんで、あれ来てもらうのかな、お越しいただいて私から直接ご説明をさせていただきたいと、こんなふうに思っているところでございます。この支援の中身に関しては、要するに各市からのこう要望を受けてという形になるんですか。各市からの要望、各市からこう道を広げてほしいとか、そうですそうですそうです。それと同時にその両市と打ち合わせをやっておられますファイターズさんのご要請内容とも重複いたしますので、それに我々としてできる限りのお答えをしていくと。でこれも答弁で申しましたけども、やはり道民球団としてもうこれだけやっぱり道民に夢と希望をいただいているファイターズさんですので、気持ちよく道内で活躍を続けていただくために、我々広域自治体の道としてできること、これをしっかりご提示をして、まあいい感覚の中で選択をしていただければと、こんなふうに思っております。すいません、あと同性とあまり関係ない話になってしまうんですが、森友学園で森友、はいはい、ああいった公文書のですね、はい、ま、書き換えっていうんですか、ああいったものというのはやっぱりこう元、省庁出身の、はい、知事から見ると、はい、どういうふうに映ってらっしゃるのかなっていうふうに、思って所感をお聞きしたい。そうですね、まあ、私が霞が関におりましたのはもう ほぼ全盛期の話でありますんで、まあ、当時電子決済というのもなかったような気がしますしね、最近の霞が関のこの決済文書事情というのはちょっと承知はしないところはありますけども、まあ、若い時は私ももちろん決済文書を起こしたこともあって、その決裁文書ということの重要性と不可侵性ということについては、まあ、記憶は鮮明に残っているところでありますので、なんでこういうふうなことになったのかというのは、これは財務省さんがね、自ら調査をして公表すると言っておられますので、それを見守ってまいりたいと、このように思う次第であります。また一方で道庁内でもですね、私の記憶の範囲内での決裁文書ということではないんですが、例えば検討会研究会の議事概要みたいのがね、しっかり作られてなかったっていうことを道民の方々、あるいはマスコミの方々からもだったかな、ご指摘をいただいた事案とかですね、やはり文書についての取り扱いについて、我々道庁としても大変反省すべき点が多々あった現状を考えた場合にはですね、今回の財務省の事案をある意味、まあ、多山の石っていうかね、そういうことが道庁の中で起こらないようにしっかりと、まあ、決裁文書も含めて、公的な文書の管理ということをしっかり取り組んでいく、そういう教訓として受け止めなければならないかなと、そういうふうに私自身は今回 の、 一連の財務省の理財局の事案を見ているところであります。ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。北海道新聞佐藤です。はい、3月14日の日に、はい、北海道物産展党本部前だった自民党本部はい、いました。はい、その際都内でですね、まあ、その日東京出張されてたと思うんですけども、はいはい、都内で、はい、自民党の吉川貴盛、衆議院議員と話し合いの場を持たれたと思うんですけども、はい、どのような内容だったか教えていただきたいんですけど、それは対外的にはちょっと公表しておりませんので
差し控えさせていただきます。テーマぐらいはちょっと どんなテーマだったかっていうのも、あの JR の問題とかですね、はい、いろいろな課題があったかと思いますが。わかりました。他にご質問ございますか。はい、あの北海道新聞の経済部の長谷川と言います、はい、ちょっとあの農業の関連だったんですけども、この4月にですね、あの主要農作物種子法が、廃止されることになりまして、道内のですね、あの農業団体の方は、まあ、道にですねこの法律に代わる、まあ、条例を作ってほしいということを求めているということがありまして、まあ、例えばあの立ち行きな新潟県とかですね、兵庫県とかでは、まあ、すでにもう条例案を、県議会に提案しているということもあるんですけれども、うん、この、 あの首相の配信のですね、あの条例制定に関して、はい、あの知事としてあのどのようにお考えになるかというのを教えていただけますでしょうか。わかりました。あの御社の報道は拝見をいたしました。であの農政部の担当の人たちともあのここに至るまでちょっと議論もしていたんでありますが、まあ、法律が廃止になると、で4月以降、ただあの我々はやっぱり農業王国でありますんで、あの生産者の皆さんに対する有料な種子の安定供給というのは大変重要なことでありまして、まあ、そういう中であのこの30年度、当面する30年度もこれまでと同じような体制を継続して、あの生産者の方々に営農に取り組んでいただくために、まずとにかくやらなければならないこと、これを盛り込んでいるところであります。すなわち原種であるとか原原種の生産に要する予算は、あの今ご提案申し上げております、あの今日まで予算特別委員会で議論もいただいた道の来年度予算にも計上をいたしているところでございますし、またそのことを進めていくために直ちに必要な道の要項要領等の整備ということももう進めているところでありまして、まあ、法律が廃止した後直ちにこの4月の年度からあの生産者の方々が安心して生産を続けていただけるような体制をまず整備しようということで我々として取り組んできたところであります。で加えてですね、今後とも残された課題がいろいろあります。例えば他の生産機関、他の原種等の生産機関との調整とかですね、まあ、詳しくは農政部の詳しい人もいますんでね、聞いてもらえればいいと思うんですけども、そういうことをとりあえずこの30年、法律がなくなった直後の30年度も生産者の方に安心して生産していただける体制を整備しつつ、残された課題 の調整なんかもする中でですね、まずやっぱりルール作りをやったというのが現状でございます。まあ、今後また走りながらいろいろ考えていきたいと思っております。そうすると条例制定についてはどうですかね。今の段階ではまずは今年度正常にあの皆さん方に安心をしていただく状況を作っていくことに最大 の力を傾注していきたいと、このように思っております。そうすると、まあ、条例については今後検討するとかっていう感じですか。どうなんでしょうか。あのいろいろとあの課題もありますんでね、そういったことをその調整をしていくということになるかと思います。他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。なければ以上で本日の定例記者会見を終了いたします。はい、どうもありがとうございました。